はい、どうもブラッドです。さあ、エンゼルスは昨日に続いてワシントンナショナルズと今日戦っています。はい、まずロースターの動きがありました。カート・スズキがね、コロナ関連の IL に入っています。詳細は明かされていません。そして昨日先発だったジョナサン・ディアスもマイナーに送られています。代わりにベテランキャッチャーのチャド・ウォラック、そしてブルペンのカイル・バラクローがメジャーに昇格しています。2人ともね、今季初のメジャーとなります。ではスタメンいきますが、今日もフルメンバー、非常にね点が取れそうな強力打線ではないでしょうか。先発ピッチャーは前回もう少しで完封だったローレンゼン。対するナショナルズの先発は若いジョサイア・グレーとなっています。それでは試合の結果見ていきましょう。今日の結果はこちら。悔しいね。どうもすっきりしない。点が取れそうで取れない。逆にね、初回から毎回のように失点してますから、なかなかね攻撃のリズムが作れなかったということが言えたのかもしれないですね。ではね、試合振り返っていきますけれども、まずねローレンゼンの立ち上がり、最初ね2人簡単に打ち取ったので調子良さそうに見えたんですけれども、ベルがねちょっと投げづらそうでしたね。最後の球は甘めに入り、ベルにねパワーで持ってかれました。打った瞬間ね高く上がりすぎたと思ったんですけれども、さすがのねベルのパワー、よくあれ持っていきましたよ。ロレンゼンは前回のホワイトソックス戦で8回まで無失点、9回ね完封目指すも失点して降板ということがあり、しかもですね今日はチーム3戦連続の完封がかかった試合ということで、無失点でいくぞとねかなり気合が入っていたとね思うんですけれども、残念ながらねいきなりの失点となってしまいました。その裏、先頭ウォードね好調ですね。しっかりとフォアボールで出塁。こうなったらねさっさと1点ぐらい取って同点に早くしちゃいたいなと思ったんですけれども、アゾが今日は続かない。今日はね大事なとこで上位打線が機能しませんでした。逆にナショナルズは直後に追加点、ヤディエル・ヘルナンデスに完璧な当たりで右中間へ運ばれました。この時点ではね、まあ、ソロホームランの2発だけですので、まだ全然ね立ち直れるしロレンゼンいけるぞと思っていました。その後3回は三者凡退でしたので、このままね行ってほしいなと思ったんですけれども、4回、ホームランを打たれているベルとヘルナンデスはやはり投げづらかったんでしょうね。2人にフォアボール。その後ルイーズのセンター前、これねどん詰まり、カッターでねうまくどん詰まらせたんですけれども、センターに運ばれ、ワンアウト満塁でフランコ。ここもね簡単にね追い込むんですけれども、最後の球低めのチェンジアップ、バットの先っぽで拾われてしまいました。ただその後はね連続三振でしたので、まだね4回で4点差、これだったらね全然エンゼルスの打線いけるぞと見ていました。そうしたら期待通り直後に点を取ってくれます。3番から始まる高打順、大谷レンドンというところはアウトになりますが、ウォルシュやはりね当たってます。速い球を力負けせず振り抜き、ライトに見事なホームラン。その後スタッシーもねよく選んでフォアボール、そしてマーシュ、ここもねまっすぐを捉えました。センター一直線、本当にねセンターからねレフト方向の当たり、マーシュはね飛びます。これでねあっという間に1点差。この後ねすぐ逆転するぞーと気持ちが高ぶったんですけれども、今日のピークここでした。ロレンゼンは5回までねなんとか投げ切ってほしかったですが、ここもねやはりベル、今日はもうことごとくベルにやられました。ベルに打たれたところでマッドンはロレンゼンを諦めペゲーロに交代。ただこのペゲーロ、なんとか仕事をこなしてほしかった。クルーズにまさかのツーラン、もう甘いところ真ん中でした。前回ねボストンで JD マルティネスにもホームラン打たれてますけれども、またもや失点、右打者にホームランと苦しい投球が続きます。直後のエンゼルス、なんとか点を取らなければいけない。そこで9番のねベラスケスが先頭でいきなりヒット。もうノーアウト1塁で1番のウォードからですから、もうねこうなるとね3点4点はね取ってくれるだろうと私は見ていました。しかしウォード空振り三振。ただこの時ベラスケスはスタートを切っていて、これでワンアウト2塁。そこでトラウト大谷ですが、あと1本が出ない。ここでね1点でも返して2点差にしておけば、全くね雰囲気変わってましたから、非常にね残念でしたね。チャンスを逸した直後、またペゲさんが点を取られます。
ストレートのフォアボールからのレフト線へのツーベース。今日はねちょっとペゲさんの日じゃなかったですね。ただその後メジャーに上がってきたばかりのバラクロを投入したらね、これが非常にいい仕事をしました。ノーアウト2塁、1点はね覚悟したんですけれども、見事この後は無失点に抑えます。その裏、ウォルシュがまた打ったところでピッチャーはグレイから去年エンゼルスにいたシーシェクにスイッチ。ここでね流れ持ってくるぞと思ったんですけれども、残念ながらあとは続かず、なんとももどかしいイニングが続きます。7回のバラクロは6回と同じようにねノーアウト2塁を作られるんですけれども、またも無失点、粘りの投球を続けます。なんとかね打線が奮起してほしいところ。直後シーシェクからエラスモ・ラミレスに代わり、簡単に2アウトになるがトラウト大谷で連打。しかしなんとも1点が遠い、あと1本がね今日は出ません。レンドン初球ね狙ってたんでしょうけれども、おそらく打ち損じですね。もう紙一重だと思うんですけれども、ここはねフライが上がっちゃいました。8回からはハーゲット上がりましたが、ここも無失点。ランナー出しながらも大逆転の望みをつなぐ無失点、いいピッチングでした。しかし願いは届かず、8回9回三者凡退で試合終了となりました。今日エンゼルス投手陣7失点しましたけれども、僕はね野手にどうにかしてほしかった。まあみんなね今お疲れなんでしょうね。なかなか打線もつながりません。ホームランのね2発だけですからね。特にレンドンはねチャンスも巡ってきましたけれども、今日はノーヒット。ただウォルシュは本格的に調子が上がってきたのかなと期待できますね。大谷選手はね今日フライばっかりでしたから、もうね明日にでもホームラン出るんじゃないかなと期待感がね非常にあります。ロレンゼンは調子自体は悪くなさそうだったんですけれども、もう紙一重でしたね。粘りたい時に粘りきれない、あと大事なところでフォアボールが出ちゃうとかですね。三振7つはね非常に多かったんですけれども、逆にねこれまでの登板多かったゴロがね今日は3つしかなかった。僕はゴロで効率よくねアウトを重ねていくのが見たいので、次はそういうピッチングぜひねしてもらいたいですね。ペゲーロは今日はねうまくいかなかったんですけれども、もう若いですからね、これも勉強だと思って前を向いて上を向いてこれからやってってほしいですね。バラクローもハーゲットもピンチはね作ったんですけれども、無失点に抑えた、これ以上のねいい結果はないです。この2人でね4回はゼロに抑えましたので、その間にねなんとか攻撃でどうにかしてほしかった。2人はビハインドでも濃いピッチングをね続けてほしいですね。さあホームで絶対に負け越すわけにはいかないエンゼルス、明日の先発はサンドバル、対するナショナルズの先発はエリック・フェッディとなっております。明日はねもう何でもいい、内容は何でもいいのでとにかく勝ってほしい。今エンゼルス地区首位なんですけれども、アストロズが6連勝中で猛追してます。もし明日エンゼルス負けてアストロズが8連勝になると7連勝になると首位がね入れ替わっちゃうので、明日は何としても勝ってほしい。もうそういうの関係なく勝ってほしい、勝ってくれお願い。はい、今日の動画は以上とします。ぜひとも高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローまで何卒よろしくお願いいたします。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。